チル日記。本日の味噌日記はカルゲットフントゥキー5回目です。青き魂の覚醒がそしてここでカル一人進むわけですが、アイテムを変えることを忘れないようにしないと、このゼロをね、ゼロを変えていきましょう。怖いので。とりあえず蘇生っぽいこれを入れて、あと復帰しやすい系の、回復薬でいいのかな。これでいきましょうか。いや。いや。回復薬でいきましょう。このですね、天使の像、女神の像を、入れまして、で、まあ、蘇生薬の代わりにしていきたいと思います。これが、私の最後の戦いになりますように、見直してください。茶色き味噌汁の覚醒。いけ！やっぱりまだ生きてたか。気に入らんな。まるで私を追い詰めたかのようなその顔。なんか口調変わりましたね。魔人たる私が貴様ごときに追い詰められたと思っているのか。なるほど。愚かな。覚醒して多少力を手に入れたところで、貴様一人に敗れる私ではない。仲間を連れてこなかったのは、人間どもの前で私の口から貴様の出生について話されるのが怖かったからか。てんてんてん。それは否定しないよ。でも、それ以上にお前との決着は、俺が一人でつけたかっただけだ。ミサシーもセリアも、きっと俺の行動には気がついているはずだ。だがあいつらは俺を信じてくれている。だから、俺はそれに応えなくちゃいけないんだ。さすがにいい女かる。いやー。おー。なんだ、気配が変わった。消えろ、忌まわしき存在よ。我が本来の姿で貴様の存在を一片のかけらも残さず消滅させてくれる。貴様を消した後は残りの二人も消滅させてやろう。私を怒らせたことを後悔しながら消えていけ。俺の大切な仲間たちに手を出すっていうのなら、俺も容赦はしない。俺の中に眠るこの力、お前を倒すために全て使ってやるよ。ニオの彼が、ニオの彼が、俺はもうこの力を恐れない。受け入れた。信じられる本当の仲間がいるんだからな。これが最後の戦いだ。行くぞグレーム。ここでにゃ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 んとカルが星6カルの姿に進化しました。私も味噌汁覚醒したいと思います。何も私の姿には、何も姿形に変化は起こりませんが、覚醒した気持ちで戦います。3パーティー目をとりあえず耐えたいです。で、一番最初にバフ消し効果消しがいっぱい来るので、ガードでかけても意味ないのでガードでいきます。最初はガード、これだ。はい、で先に説明しておきます。邪法根絶という技が来たら効果が消されちゃいます。いろんな効果がバフ消しですね。あと HP が 75% と 50% の時に来るんですけど、これはなんか強攻撃が来るんですけど、これはなんか半減打っとけばいいみたいなことをコメントでいただきましたので、そのままでいきます。セリフのみが流れるターンがあるそうです。その後はもう絶対ガードっていうことを忘れないでください。忘れないでくださいって今私に言い聞かせました。私はいつも忘れるので私に言い聞かせました。ではいきます。まず状態上を無効化し、とにかく攻撃します。で少しでも増えるようにずるないと、あ、女神の像使うの知った。しょっぱなに使うぞやーみたいな感じって言ったのに。というわけでこれをですね、倒されては困るダルバンシェルとアルトリオンと、そうだな、ジェルナアルスかな、アルスに入れます。で、ガンガンいきます。攻撃あるのみで、カルはスーパーブレイブバーストではないんですけど、攻撃時にブレイブゲージが上がるというもう超強いリーダースキルは残ってるので、それをフレンドで聞いてるので、もうゴリゴリ攻撃するのみって感じです。文字を見なきゃ HP じゃなくて、よし。でアルトリオンに通ってきます。でカルアルスで通常でよし。あー、ダルマシル、いや大丈夫、カルですがきっと 20% カットしてくれてる。もう半減をすぐ忘れるんだから、みそじー、みそじ、こういうのがダメなんだよ。みそじダメなんだよ、ほんと落ち着こう。みそじ、茶色きみそ汁の覚醒を今見せるときでしょ。頑張ろう。この BB 減らしが BB ゲージを減らすのがちょっとうーって感じがしますけれども、もう半減を忘れなければ半減を忘れなければ問題ないと信じております。優しい覚醒するときだ。ダルバンシェルが変わらなかったときはジェルナイト君を使い調整する。それでもダメだったときはアルス君を使い調整する。これで半減を確実に打てるはず。半減を忘れず、そし覚醒する時でしょ。今こそちょっと回らなくなってきて怖いけれども、あ、ダルバンシェルまた忘れた。今通常一気にいっちゃった。アルス君今入れたのに何やってんの。みそし、みそしどうしたの。ちょっと今のちょっとみそし半減忘れすぎなんで、そろそろみそし分かってる、みそし分かってる、そろそろセリフに気をつけなきゃいけないんだよ。みそし、これだ。みそし今からガードだよ。みそし、よし今のが超強い小池でした。味噌汁やりました。エンドレス事件は犯しませんでした。よかった。震えた、手が震えた。味噌汁マジで手が震えました。これで、ね、怖がるものはもうなくなりました。あとは凡ミスを忘れず必ず半減を打てるように行くのみです。ここで油断して私はいつも失敗するんだから、ほらまた押してない。あれいけるんじゃないって思った瞬間に私は油断というね、油断というあれが始まっちゃうので、味噌汁気をつけて、ほんと味噌汁ほんと気をつけなきゃ。でアルトリオを打ちまして、万全を期すためにゼルナイトを打って、ドルマンシェルが上がりきらなかったドルマンシェルが上がりきらなかったらアルス君のブレーブバーストを打ちます。あ、彼で先に打ってくれるかおでアルス君打ちます。でドルマンシェルの反撃を打つ。これは次のグラムは復活しません。やったー、やったやったやりました。待って、私はこのストーリーを読むから。この世界ではってことはグリアムはどこの世界から来たの？何それ、離れないよ。そっとあれの生まれ、離れないよ私は。わかるから。俺の生まれか。グラデンスじいさんは俺をグランガイアで拾ったと言ってたな。俺が何者なのか、どうしてグランガイアにいたのか、やっぱり一度しっかりと調べておくべきだろうな。あいつらに迷惑をかけないためにも。もうの曲とかさ、やめていただきたいよね本当に。いやもうダメだ、音楽聴くともう耐えられないですねこれは。いや言いたいことをセリアが言ってくれましたよ。あ、ダメだ。ダメだ、ちょっと待って。もうランドールの曲が悪い、これはもう。もういやなんかもう言葉になりませんね本当。もうこのカルが俺たちの故郷エルガイアにっていう重みというかありますよね。もう俺の生まれかみたいな感じのこと言ってたけど、セリアたちのセリフで、セリアたちかセリアのあのセリフでなんかこうカルが自分の故郷はやっぱりエルガイアだっていうところがもう。グリアムゲットできるんだ、知らなかった。というわけでコンプリートできました。おめでとうございます。みそ汁ありがとうございます。皆さん、いやもうこの最後であの故郷はエルガイアっていうのがもうかなりのね、もうなんかすごい、なんかもうとにかくやれば分かると思うので皆さんやってください。やった人はこのなんか私のこの思いを文字にして伝えてください。もう超共感したいです。話したいです。そしてランドールの曲はやっぱり泣かせに来てるなと思いました。というわけでカル星6「Get to Fun to Kill」はこれにて最終回になりました。ちょっと待って、皆さん、このコインがこっち2週間移動したらチャンネル登録してください。いきます。見てください皆さん、すごいですよ。テレキネスで、わーすごい、私こんな力があったなんて、すごいよー。